おかえりなさい。警告、警告。収容オブジェクト、クラス1の。これは。収容室を突破しました。リア。繰り返します。私たちにはもう関係ないことよ。行きましょう。あなた、ここすごく素敵ね。気に入ったかい？リタ、記念日おめでとう。ありがとう、あなた。子供が生まれる前の最後の旅行だ。これからは3人一緒に来ることになるな。まさか私が母親になるなんて。さあ、休日を楽しもう。ええ。それじゃあ、久しぶりに私を研究する先輩。ここは研究所？収容室？どうしてこんなところに？どういうことだ？僕に何をした？すごい！一体何をしたんだ？FBRP がこんなことまでするとは。技術は進歩するものね。どういう意味だ？どういう意味かって？久しぶりに私を研究する先輩。君は全部本当だと思ってたの？結婚、出産？私が夢を与えなきゃこんなに幸せになれたと思う？何よその顔。感謝してもいいところよ。何を言ってるんだ！おもちゃが主人の機嫌を損ねないでくれる？Thank you.
ちょっと付き合ってよ。私のこと？急げ！また98号の発作だ！鎮静剤を！サキバス！君は…サキュバス？リタ？僕の愛する妻なのか？妻？記録して、985が私のことをそう呼んだことはないわ。ナオト、なぜ私のことを妻と呼んだの？若返ったってどういうこと？だって、僕たちは結婚して、もう数年になるじゃないか。いいえ、私たちは結婚してないわ。たとえあなたが私の…でも、まだ結婚はしていない。そんな風に呼ばれたのは初めてだわ。これはどうしてこんなことが。沖縄で結婚式を挙げてハワイに新婚旅行に行って、君は少し前に妊娠して、来年には僕たちの子供が生まれるはずで。あなたは研究所から出ていない。ずっとここにいたわ。それならこの記憶は何なんだ？偽の記憶よ。あなたは何かに汚染されているの。でも心配しないで、私が助けるから。そんな、全部嘘だなんてありえない。それならあなたの身に何が起きているというの？タイムトラベル？いや、きっとサキュバスの夢だ。これは全部嘘なんだ。落ち着いて。なぜ私が派遣されあなたと接触することになったのか考えてみて。なぜなんだ？あなたの気持ちを大切にしたいからよ。仲間だから。他のプロジェクトとは違う。あなたの力になりたいの。あなただってプロの研究者だったはずよ。パニック状態じゃ問題を解決できないでしょ。それで
僕に何が起きていると言いたいんだ。あなたはもともと理事会が才能を認めた新人でリストアップされていた一人、そして私のボーイフレンドよ。でも特殊収容オブジェクトと接触後、突然妄想の症状が出始めて、今はとても長い幻覚に浸っていると思われるわ。とてつもなく長い夢を見ていて、今目が覚めたところだと、そう言いたいのか？そうなるわね。今が現実で、僕の記憶は全て偽物だと。そうよ。どうすればいいんだ？まず今の精神状態を調べるためにテストをするわ。どうぞ。ナオト、絶対助けてあげる。どれくらい寝てないの？落ち着いて、もう戻ってきたわ。どれくらい寝てないの？落ち着いて、もう戻ってきたわ。どれくらい寝てないの？きっと良くなるから頑張って。やめろ。ナオト、耐えて。これは安全のためなの。万が一あなたを通じて悪魔が侵入してきたら。理事会が気にしてるなら77を使って。試せばわかるだろう。冗談じゃない。77を使えば一発で。ナオト、ねえ、分かってると思うけど、今の状態で異常オブジェクトの使用を提案しても誤解を招くだけよ。しばらく休んでいれば拘束衣はすぐに外れるわ。
僕に何が起こっている？どうして他の人には君が見えないんだ？見せようと思わなきゃ誰にも見えないわ。なら僕は。長い間私の夢に浸っていたあなたはとっくに普通の人とは違っている。そんな気がしない？どこが違うんだ？そのうちわかるわ。それから見えてるってこと、あの人たちに話してダメよ。真剣にやらないの？どうして本気じゃないってわかるんだ？そもそも君に勝てたことなんてないだろう。ナオト、今のあなたは全指標において常人の5倍の数値を示している。数字は嘘をつかないわ。誰が嘘をついているかは明白よね。偽のデータに意味はない。この後に及んでまだ夢だと思っているの？ナオト、抵抗されるとあなたを助けられない。君がやっていることは僕も全部やった。人型異常との接触研究は僕が考え出した概念だ。それに対して僕の態度はどうあるべきなんだろうな。結局理事会は僕に何をさせたいんだ？教えてほしいの。サキバスとは一体何者なの？この部屋で特異なエネルギー変動が検出されたのは間違いない。一体何をしたの？何度も言っただろう。データも実験報告も収容ファイルも君たちのために全て書き上げた。彼女はここにいる。でも君たちには見えないんだ。僕にどうしろと？また来るわ。告白した時のこと覚えてる？ああ、もちろん。大学で告白した時、みんなには付き合ってることを話してもいいけど、君が課題を終えるまで正式には付き合えないって言われたよ。あなたのことが好きだったけど、あの課題はすごく重要だったの。でもライバルが出てこないように付き合ってることは広めておかないと。はいはい。最初のデートを覚えてる？川沿いを夜通し歩いてキスしようとしたら殴られそうになった。当然でしょ。何も言わずに私のこと見もしないでただキスしようとするんだもん。あの頃は確かに不器用な方だったな。全部嘘だと思う？私たちの気持ちも私も偽物？君の瞳が答えをくれたよ。君の瞳に映る私は偽物だ。ナオト、もう一度意識評価をするわよ。さあ、いい？
あなたの頭の中に真実が隠されているはずなんだから。ああ、絶対助けてあげる。どれくらい寝てないの？落ち着いて、もう戻ってきたわ。どれくらい寝てないの？落ち着いて、もう戻ってきたわ。どれくらい寝てないの？大丈夫、ゆっくりでいいわ。前より良くなってる。くそ、うんざりだ。ゆっくり休んで。最近調子が良くないわね。夢と現実が混同してるからな。しっかりしてよ、あなたはずっと現実にいるわ。そうか、それが本当なら最高だな。僕はもう考えたくないよ。なんとかしなきゃ、このままじゃダメだわ。何かしたいことがあるんじゃない？できる限り用意するわ。リータ、君は毎日何をしたか覚えているか？それはもちろん、私は覚えてないならやるもやらないも同じだろう。こんなこと続けていられるか。ルーシー計画に申し込むのはあなたが協力してくれるならだけど。どう協力するんだ？モルモットとしてか？それとも俺を切り刻んで薬にでもするのか？そうすれば少なくとも安全は確保できるはずよ。ただの研究だから大した害はないはず。このままじゃ理事会も我慢の限界が来るわ。収容オブジェクトに認定されてしまったら取り返しがつかないわよ。
僕が人類進化の鍵を握っていると本気でそう思っているのか。研究初日でもあるまいし、理事会の気まぐれがいかにとんでもないものか君も知っているはずだ。じゃあどうやって説明したらいいのよ。あなたの話が本当で、ここにある全てが見せかけで、私が偽物だったとして、どうやってそれを証明するつもりなの？心配しないで、ナオト。私があなたを守るから。目の前に私がいて、手を伸ばせば触れられるのに、まだ私が実在すると信じたくないの？現実と幻との区別は僕らが想像するより難しいこともある。分かった、そこまで確信しているなら私も一緒に答えを探すわ。何をするんだ？今日は何もしない。サキュバスは今いるの？いや。それじゃあ何してるんだ？言ってたでしょ、私たち結婚してるって。そうだけど、でもそれなら私の体のこともよく知っているはずよね。私が喜ぶこと、嫌がること。もしあなたの話が本当なら、ナオト、証明してちょうだい。私はただ助けたくて。どうして？そんなとこ触って何する気？何してるの？その手やめてよ。どうして知ってるの？こういうの好きじゃないって言ってたのに。気持ちいい。やめて。あなたを信じるから。リタ、私一体。君はリタだ。
僕が愛するリタだ。でも私は偽物かもしれない。あなたが好きなのはリタの魂で、私はただの抜け殻なのかも。どちらにしても君はリタだ。リタ研究員、規則違反です。話してよ、このバカ。話して、自分で行けるわ。理事会へ連絡してください。どうしたの？奥さんのこと忘れちゃった？奥さんの若い頃が懐かしいの？それって浮気じゃない？もうどうでもいいんだ。本当にどうでもいいの？リタ、あなたどこへ行ってしまったの？もうずっとあなたに会ってない。僕は寂しいわ。僕もだよ。あなた、日焼け止め塗ってくれる？こんなんじゃあなたみたいに日焼けしちゃうわ。そんなこと、もう考えないで。忘れたの？私が一番好きなのは、ここよ。あら、ナオト、照れてるの？私に飽きちゃった？おやすみなさい、あなた。ずっとそばにいるわ。あなた、日焼け止め塗ってくれる？こんなんじゃあなたみたいに日焼けしちゃうわ。そんなこと、もう考えないで。忘れたの？私が一番好きなのは、ここよ。あら、ナオト、照れてるの？私に飽きちゃった？おやすみなさい、あなた。ずっとそばにいるわ。あなた、日焼け止め塗ってくれる？こんなんじゃあなたみたいに日焼けしちゃうわ。そんなこと、もう考えないで。忘れたの？
どうやったらそんなあちこちに着くのよ。そんなこと、もう考えないで。あなた、久しぶりに。そのモヤモヤを洗い流してあげる。素敵な旅だったわね。夢の世界にいる方が幸せなんじゃない？なおちゃん、私のことを忘れてしまうの？辛くて苦しい現実の何がいいの？私たちの子供に会いたくないの？夢の世界に沈んじゃえば。ここには全てがある。ここにいて、ナオト。ここにいて、ナオト。偽りの人生を生きるくらいなら、僕は真実の死を選ぶ。何ですって？以前リタにそう言われたんだ。え？ということはここに残るってこと？あなたのリタと一緒に。僕が言いたいのはこうだ。くたばれ！ちょっと付き合ってよ。愛する妻って私のこと？愛する妻って私のこと？
ルービックか。クラス2判定とは俺の顔を立てているつもりか。98号正式に収容が完了しました。協力の意思があればいつでも。アンドコンタクト撃ってください。誰だ、誰がスイッチを。クラス3の4年静寂の声。ここの職員は経験が浅すぎる。2ですって。ルービックにつないで。171か。給油よ、お久しぶり。あなたたち何してるの？通信の安定化を。ナオト、もうやめて。何もかも理解できると信じているよ。ここでじっと死を待つことはできない。収容オブジェクトがどんな扱いを受けるか、僕が一番よく知っている。お願い、私を信じて。全てを明らかにしてみせる。それだけは約束するわ。アオト、これ以上状況を悪くしないで。これじゃ問題は解決しない。心臓本当にないのか。なんですって。ずっとそうだった。分かってたんだ。でも向き合う勇気が。ナオト、少し時間をちょうだい。直接会って解決しましょう。もし私の気持ちを信じてくれるならチャンスが欲しいの。ナオト、どうして待ってくれないの？邪魔をするな。あなたの目には私はただの偽物にしか見えないの？もうここで1年以上過ごしてる。どうやってリタに化けているのか知らないが、僕は騙せないよ。偽物だと分かってるんだ。僕に打たせようとするのはやめてくれ。ここを離れれば本当に問題は解決するの？どこにいようと、僕はリタを必ず見つけ出す。東京へ行かないと。家族を探しに。いつからですか？待ってくれ。2ヶ月前、休日にビーチで。この汚染は伝染する可能性があります。我々の判断で受け入れるわけにはいきません。こちらの考えはもう伝えたわ。手術は可能ですが、ご存知の通り H2 資源要求となります。
あなた方はすでに退職されており資格がありません。分かったわ。理事会は戻るようにと。そうね。お帰りなさい、エルキュー理事。理事会を招集して、許可はまだ降りていないけど、緊急マニュアル7を発動するわ。状況報告。985が収容を突破し、連鎖的に多くのオブジェクトが収容を突破しています。制御不能なオブジェクトの集計は？緊急マニュアル7の発動を命じます。待機して。はい。警報が鳴らない。さすがは僕のリタだ。聞いて、私はもう何が嘘で何が本当なのかわからない。いいから撃て。そうすれば答えは出るはずだろう。その引き金はもっと前に僕が引いておくべきだった。リタ、昔プライベートでよくやってたテストを覚えてる？お互いの心を確かめるやつか。そうよ。ナオト、あなたは自分の記憶が偽物だと思う？思わない。なら、私が偽物だと思ってる？わからない。ほら、ナオト、万能薬を持ってきたの。このテストなら誰にも邪魔されないわ。ナオト、絶対助けてあげる。どれくらい寝てないの？落ち着いて、もう戻ってきたわ。
どれくらい寝てないの？落ち着いて、もう戻ってきたわ。どれくらい寝てないの？結局、私は偽物だったのね。最初から最後まであなたはずっと私が偽物だと分かっていた。いや、分からないよ。もしも君が本物なら。本当の私は幸せなのかしら。幸せだと僕は信じてる。偽りの人生を生きるくらいなら真実の死を選ぶわ。リタ、現実だろうと夢だろうと何があったとしても、最後には運命が私をあなたの元へ導いてくれると信じているわ。ナオト、現実でまた会いましょう。どうしたの？あなた汗かいてるじゃない。どうして何も言わないの？僕はどうやら夢を、とてつもなく長い夢を見ていたみたいだ。素敵な夢だった？それとも悪夢？どちらでもあって、どちらでもないかな。それなら忘れましょう。貴重な休日よ。もう寝てなんていられないわ。少し休んだらサーフィンに行きましょう。
ナオト。報告だ。報告。ここは規律にうるさいんだ。初めての報告なんだから悪印象を持たれないようにな。はい。リタ研究員、研究部に配属されたら僕についてしっかり学ぶように。